どうもお疲れ様です。舞姫大学の特別講義でございます。まあ私がね、こういうふうな情報発信をしてるから、勘違いする方もいるかもしれませんけども、何もね、ネットビジネスって、儲かる情報ばっかりを教えて、それを、まあ、商品にする。まあ、それだけじゃないんですよね。どんな能力でも、人に価値を与えるものならば、必ずそれがね、マネタイズになってくるわけなんですよ。まあ、その中で、音楽が得意な方とかね、 それから、こう、トレーニングが得意な方とかね、ダイエットが得意な方とかね、それから、絵を描くのが上手な方、書道で字を描くのが上手な方、まあ結構ね、いろんな特徴を持った方がいると思います。特に、40代とか50代になってくると、そうですね、書道で特待生とかね、ダウンを持ってる方っているんじゃないですかね。まあそれから、昔はスポーツをやっていましたって方もいるかもしれません。まあそうなってくると、 スポーツをやっていなかった方や字を上手に書く自信がない方にとっては先生になれるわけなんですよ。そこを際立たせていくっていう方法が有効だと思います。で、案外こういうことをしてる人がね、少ないんですよ。で、ついついね、ネットビジネスっていうと儲かる方法はこれですよ。これのサポートを受けるのには10万ください、20万くださいっていうのうなテンプレートになりがちなんですけども、そうじゃないんですよ。例えば昨年の話ですけども、まあ私はね、50歳になって、 格闘技のリングに立ちたいと思って、キックボクシングを始めたんですよ。そのキックボクシングのトレーナーがあー、リファイトクラブって言ってね、まさにリモートレッスンなんですよ。リモートジム。で、どういうトレーニングかというと、あのキックボクシングの知識とか、それからね、なんでねあの、シャドーボクシングをするのかっていう意味の解説を、まあ、教わることによって、 まあ自分のスタンスを確かめながらじゃあこんなトレーニングがいいんじゃないかなあんなトレーニングがいいんじゃないかなってことでリモートでね一回もお会いしないまんまスタミナをつけて技を覚えてえそして実際にシャドーボクシングをして、まあ、ついにはねリアルな試合にまででで挑んだわけですよで当然試合に行くまでに一回もミット打ちもしたこともなければあの、まあ、マスボクシングもやったことないわけなんですよねいわゆるシャドーあの何 スパーリングですかこういういのもやったことなないわけなんでですよでもちゃんと試合はあのリングに立てたわけでなんですよねチケットも売れましたしね、まあ、そういうことを考えるとリモートでできることっていうのは結構多くってそれに気づいてない今だからこそやる価値があるのかなと思います例えばね書道だってねなめたもんじゃないんですよ字を上手に書くレッスンっていうのをやるわけじゃないですかそれをリモートで例えば自分の字を書いたところのね動画を撮って見てもらうとその動画にとって 姿勢はこうですよと、机の上はこういうふうに片付けないといけないですよとか、使ってる、うーまあ筆とかね、硯とかこういうのがいいですよっていうようなアドバイスを受ければ、あ、なるほどそういうことなのかっていう形で修正していけるわけですよね。まあそういった方とか、あとはね、料理も同じような感じで、調理器具はこれがいいとかあれがいいとかね、これはいらないとか、あの、最初にこういう準備をしておきましょうとか、えー 使う素材はこれとこれとこれを当日までに用意してくださいとかね。まあそんな感じでリモートでも十分ね、教育って受けることができるんですよ。そのレッスンに対して費用を請求するみたいな感じでビジネスって成り立つんですよね。だからそれこそね、どんなジャンルでもですよ。どんなジャンルでもそれはマネタイズできるわけですよ。うん、で特にマイナーであればあるほど、あのやってる人がいないんでね、えー、この国で唯一の存在になれると思います。 そういう意味で1億人1億ジャンルっていうものを目指していけばご自身のね経験や知識が必ず役に立ちますよ。例えばね関係理の高等技術とかね関係理って昔やったでしょ。関係理について徹底的に研究するようなチャンネルがあってもいいわけですよ。ねこういうことはいないですけどもね。それとか私たちが小学生の頃に学校を休んだ時に必ず見ていた教育テレビの番組とかね 爽やか3組とかね虹色定期便とかね覚えないですか働くおじさんとかねああいうのって子供向けの番組なのに子供が見れるようななな時間帯にやっていいじゃないですかだから風邪をひいて家で寝込んでる時にそういう番組をたまに見ることができるってことがありましたけどもあれをね今50代になって思い出話としてこんな番組があったよねこんな番組があったよねみたいな語ったりとかね当時番組に出ていた子役たちが今どうなってるかみたいなね そんな追跡をやってみたりとかっていうのもなかなか人を集めることにもなるんじゃないかなと思いますしもしかしたらマネタイズの方法も見つかるかもしれないよねってことなんですよ、うん、だからね今日言いたいことっていうのはネットビジネスって扱うネタが何でもいいんですよ本当にあの世の中にあるネタなら何でも使えますただ単に稼ぐ方法を教えますみたいなことでだけではないんですよ、まあ、ですんで自分の得意分野とかはね十分生かしていくこと逆に不得意分野でもいいですよ 自分はこれが苦手ですと。苦手なことを徹底的にやってみますっていうのでもね、共感を呼ぶことが多いと思いますので。例えば、私は懸垂を10回やったことがないんです。だからこの年になってね、懸垂10回できるまで YouTube で放送を続けていきますとか、やったらどうですかね。最初は1回がやったのに、1年ぐらい経ったらね、10回はサク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 やるようになっていったら、それも一つの成功だと思うんですよ。それからね、はあの、漢字になの期間を決めることも大事かなと思いますよね。 期間どのくらいの期間でそれをやり遂げるのかってことですよね。うんまあ、これについてはまた次回の講釈にしましょうか。はい、今回は以上のような形でございます。どんな情報でも情報発信すればそれは必ずマネタイズにたどり着くというお話でございました。